海猫の泣く頃に、海猫の泣く頃にの登場人物、海猫の泣く頃にの登場人物では、同人サークルであるレイセブンスエクスパンションによって、制作された同人ゲーム、海猫の泣く頃に、海猫の泣く頃に3の登場人物について述べる。以下の声優は、ドラマ CD、アニメコンシューマー版において共通である。また、名前の横に印が付けられた18人の男女は、 六軒、島大量殺人事件より、後の時代の人々によって、1986年10月4日から5日の間に、六軒島に滞在していた人物と推測されている者たちである。右大宮一族家系図男性女性、長男一家長女一家次男一家次女、一家愛人、隠し子たち、煉獄の七姉妹のモデルになった人物たち。 いずれもシフトの関係で1986年の10月の親族会議の日は出勤していないため、六軒島の事件に関わっていない。推理小説作家。世間では男性と思われている。性格は傲慢で遠征的。実は、ヤシロイクと18の二人で一人のペンネームであった。六軒島殺人事件に興味を持つ。 ウィッチハンターの一人であり、すべての謎を解読したと豪語している。しかし、その真相を公表せず、その代わりにヒントを追加した新しい物語をインターネット上でいくつも発表している。それは六件島事件の謎を伝える新しいメッセージボトルであり、ウィッチハンターたちからは偽書と呼ばれている。日本海軍は、 本土防衛を目的として八丈島と横須賀を結ぶ戦場に回転搭載潜水艦の秘密基地を建造する計画を立案し秘匿性が高いと見られた無人島の六軒島を候補に挙げる。だが当時の日本にはすでに回転を搭載できるだけの大型潜水艦が残っておらず六軒島の基地建設は未完成に終わった。そのため島には 岩屈内に建設途中の基地が残るのみで、その後は守備隊が島を管轄するだけとなった。そんなある日、10トンのインゴットを積んだ、イタリア社会共和国海軍の潜水艦が六軒島の岩屈に入港し、六軒島での命運が大きく変わることになる。元老院行為の魔女たちの中でも、造物者や公海者などの立場にある者たちが所属している組織。 メンバーは、議員とも称されており、展開王峰院の内政にも介入している。造物種、公開者の魔女よりさらに上の階層にいる魔女の名称。公開者からは、神と呼ばれると同時に、恐れられている対象でもある。世界を執筆できる立場にあり、無の中に一応生み出すことができる神聖な、存在とされている。また、無限を生み出し、再び霊にも戻せる。 公開者、ゲームマスターより、上の階層にいる魔女たちの名称。欠片と呼ばれている異なる運命や、境遇の世界を渡り歩くことができる存在。一定の領地を持たないために、価値観が安定せず、魂が希薄になりやすい。そのため、欠片の海の木図となって消えていくものも、少なくない。 彼女らの後悔に終点はなく終点から逃れるための旅だと結論する者もいる。ゲームマスター、ゲーム版を支配している魔女、または魔術師の名称。領主とも呼ばれており、ゲーム版内を自由にできる立場であるが、ゲーム版より上の階層には手出しできない。マリアージュ・ソルシエール・マリアとベアトリーチェの二名によって設立された魔女同盟。また、 作だろうも、構成員に数えられている。破門されていたエンジェも、後に再加盟することになる。同盟の条項第一条は、総合魔女と認め、その魔法を尊重すること。人間を幸福にする魔法を作り出すことを目的とし、この同盟によって、魔法の世界は、飛躍的に進歩したとされている。その他の人物アイゼルネ・ユングフラー展開。 王ポイン直属の内社執行機関のうち、第七管区を担当する組織。7名の異端審問官と多数の補佐官が在籍し、異端審問、処刑執行、もしくは名誉回復を主な任務としている。輝かしい実績が多く、執行機関の中でも SSVD とともに、かなりの知名度を誇っている。異端審問官らは、 赤鍵や青鍵という武装の装備を許されており、いずれも標的自体の存在否定を目的とした概念武装と呼ばれる特殊な武器である。ただし、青鍵が扱いやすい主武装なのに対して赤鍵は非常武装であり、使用には展開応報員による厳重な審査のみならず、元老院議員のラムダデルタによる使用、能力の制限も課されている。 これらの概念武装は、作中において、異端審問の解立、ノックス10乗に取る形で使用され、10に反する異端の存在を禁じさせる。正体は、ミステリーのルールの一つの、ノックスの10をモチーフにした概念的存在であり、より大はない。SSVD 展開応イ員直属のうち、写執行機関のうち、第8管区を担当する組織、 執行機関の中でも歴史が古く、厳格であり、原理主義的なことで知られており、時代に即していないとする批判もあれば、法の精神の原点を未だに保っているという、称賛の声もある。共に輝かしい実績を振るう、アイゼルネ・ユングフラウよりも厳しい解律である、バンダインの二十足を用いている。また、SSVD の歴代主席単身問官は、 ライトの名を継承するという伝統がある。ベアトリーチェの友である、竜王ペンドラゴンが所有している兵団。名役により、ベアトリーチェに貸し出されることもあるが、彼女らの召喚には相当の魔力が必要で、ベアトリーチェでも滅多なことでは召喚できない。姉妹兵たちは、軍楽台風の制服を着込んだ少女の姿をしており、頭部に、ウサギの耳をつけている。彼女たちは、 黄金の弓と呼ばれる砲弾で敵対する目標を攻撃する。この砲弾は複雑な軌跡を描くことで目標を追尾することができ、あらゆる隙間に入り込むことができる。黄金の弓が一度放たれると目標となったものはどこへ隠れても射殺される。なお、数人で正体を組み、連携した攻撃で敵を確実に葬る戦術を好む。エピソード5以降では、 古き名役により、展開の存在である、アイゼルネ・ユングフラウとベルンカステルに協力し、幻想の存在でありながら、人間側の存在として戦う。しかし、前述の通り元は幻想の存在であるため、ベルンカステルらが勝利した暁には処刑される、運命にある。モチーフは、ヤスが、マリアのおもちゃの、森の音楽隊をモチーフにして作り出した存在。名前を与えたのは、 マリア。事件での寄り台は、殺人に使用されていた、ウィンチェスター銃。が入ることで、チースター・シエスタ・カキの他に、エピソード5では、17と38が、名前だけ登場した。ベアトリーチェの上級家具。強力な力を持ち、自らの意志でも行動できるが、術者の命令には逆らえない。 本来の姿である煉獄の七首に姿を変えると、より一層の力が発揮される。それぞれ、七つの大罪に該当する悪魔の名前と、対応する性質を持つ。ベアトリーチェに歓喜された時には、共通して残酷な性格であるが、エンゼに歓喜された時は一転して、明るく、何人かは、子供らしさも見せている。また、前者は、 互いの弱みを握ってはそれを振りかざしていじめ抜くなどのやりとりが多いが、後者は、口喧嘩は多いものの、仲の良い姉妹であることを強調する描写が多い。モチーフはルオン、コヨト、レーネ、レオン、魔ト、ショーン、アスオンたち7人の使用人。事件での寄り台は、金倉が所持していた7つの、クイ。ありがとうございます。